今日はエース金子、そしてマリンズ涌井が先発をしました。2回の表、ツーアウトランナーなしから井口から三振を取ります金子です。金子は3回までノーヒット、3回まで走者なし、4回まではノーヒット、これは3回です。ワンアウトから高浜三振、次は田村、連続三振でした。3回まで両チーム得点がありません。4回の裏、オリックスチャンス、ノーアウトランナー1塁2塁、バッター T 岡田を迎えます。先制のシーンです。センターの右、先制タイムリーツーベースヒット、1対0オリックス先手を取りました。ノーアウト2、3塁でヘルマン、センターへの大きなフライ、犠牲フライでした。2対0。3点を取ったオリックス、4回には伊藤にも犠牲フライが出ていました。5回の表、ツーアウトランナーなしから加藤がチーム初安打です。続く高浜もライトへ転がるヒット、2連打、ツーアウト1、3塁、金子この試合初のピンチ、バッター田村空振り三振です。6回の表、ワンアウト1塁、バッター角中セカンドゴロ、平野この後くるっともう転びそうになったんですが、これはすごい、空中で投げてますね。忍者ですね、はい、忍者平野。7回の表、ツーアウトランナー1塁、2塁フォースアウト、金子は7回106球でマウンドを降りました。被安打3、奪三振6、フォアボール2という今日の内容でした。そして8回俊太、ライトスタンドに今シーズン第5号のソロホームランを打ち込みました。4対0。8回佐藤達也、9回岸田、ツーアウトランナー2塁、加藤をセカンドゴロに打ち取った岸田、締めくくっています。今日は4対0、オリックス一昨日に続いて完封リレーでロッテに勝ちました。これでこの3連戦はオリックスの3連勝です。では勝ちましたオリックスバファローズ森脇裕監督インタビュー、どうぞご覧ください。